こんにちはプロ社畜とサイコパスの部屋にようこそここはプロ社畜とサイコパスの2人が皆様からお寄せいただいた仕事や人間関係の様々なお悩みについて語る部屋ですこんにちはのざのざですこんにちは上水ゆうきですこんにちはアシスタントマサです本日もよろしくお願いしますお願いします,いしますはいでは早速お便りに行きたいと思います ラジオネームなつみんさん北海道在住の30代女性の方からです皆様ごきげんよういつも楽しく拝聴しております <laughs> さて私ごとですが11月末から転職活動を始めましてなんとか12月末に内定をいただきましたお,おめでとうございます転職活動の間面接のテンプレ質問将来はどのようなキャリアを描いていきますかを喰らい続け自分の将来を考えるたびに虚無になりました そのため結構精神が削られたので皆様がお勧めする可愛い画像を共有していただきたいですさらに番組内で可愛い理由をプレゼントしてくださると嬉しいですなお私はシマエナガちゃんとラブラドールゴールデンレトリバーの写真を見てなんとか精神を保っておりました可愛いは増えるに越したことないのでぜひよろしくお願いいたします現場からは以上ですありがとうございますありがとうございますは 夏海さんには幸運を呼ぶマサんの壁紙、顔面バージョンを差し上げます。おめでとうございます。<laughs> おめでとうございます。マサんの顔面バージョンがもうすでに可愛いからもういらないんじゃないですか 確かにその顔面バ長ジョンプレゼンしたそう,そうプレゼントじゃなくてプレゼンしてくださるところ嬉しいですね <laughs> これ <laughs> あのオーブンあの読み持違ちってましたけどプレゼンですねプレゼントではプレゼンでしたか、ね、<laughs> かわいいりをプレゼンしてくれるああプレゼントはの顔面は顔面そうでした失礼しましたああ逆でもいいですけどねまさ君の顔面の可愛さをプレゼンしてもらうってことですか <laughs> 僕,僕がですか <laughs> <laughs> 罰ゲームになるからやめましょう <laughs> そうだねうんよしじゃあもういきなり質問に答えるのでもそれともさなんか面接で削られたっていう精神そうですねその辺はスルーでいいんですかこれ本当にいいんじゃないですか OK <laughs> 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 いきなりかわいい画像をプレゼンするだけなんだわかりました <laughs> <laughs>、まあ、虚無をね埋めて差し上げる 画像をね。確かに。もうだって転職活動決まってんだからいいですよ。そうね。過去のこと。乗り越えてるからね。確かに確かに。今更ここ掘ってもしょうがないってことか。もう終わったことだと。そう。悪いことは忘れていきましょう。はいはいはい。で次困った時のためにね、可愛い画像を。はい。まあ、共有して、プレゼンして。はい。次乗り越えるためのね、武器にしていただけたらと思うますそうですね。はい。いいですね。じゃあ、どうしましょうか。 やっぱ、かまさくか,からじゃないですか,か。<laughs> 僕から。ですね。かります。はい。じゃあ、写真貼りますね。こちらです。<ー> <laughs> ちょっと、何愛 <laughs> いってなんでこれ。<laughs> ちょっと待ってよ。この写真です。これはい。見えてますかね。見,見えてますよ。<laughs> これ、何の写真かというと、はい。 これ僕がですね、高校生時代に、ラグビーの試合の時に、うん、まあ、写真なんです、高校時代の写真なんですね。うんうん、で、この試合始まる前に、うん、先行高校みたいな形で、ボール自分たちが蹴って、ボール始めるのか、はい、こう受けるのかみたいな、っていうところの写真なんですよ。うん、で、僕がそのじゃんけんをする敵チームとしてる写真なんですね。うん、で、これ、よく見てください、<laughs> この。 じゃんけんしてるこの写真の手、はい、こんな綺麗に手を開いて負けてるんですよ僕確かにこんな綺麗なパー見たことないかもしんない <laughs> もうちょっとこうね全部開いてるあの赤ちゃんが手開いた時みたいになってる <laughs> しかも全員顔険しい顔してるじゃないですか <laughs> うんこれ審判みたいな人すごい険しいよじゃんけんを見てるだけなのにじゃんけんを見てるだけなのにこんな険しい顔してるんですよこの 審判の立ち方もさなんかまっすぐ立っちゃいいものをねなんか右側に体重を乗っけてなんかだるそうな立ち方してどうでもいいって感じで見てるのがいいですね <laughs> でも当事者はさま<や>っすぐ立ってさキレイなパーを出して <laughs> これかわいいっていうかこれ面白い画像じゃないの <laughs> い,やいや俺ジャンケンに綺麗に負けてかわいいなと思ってあ確かに。 背筋の伸び方がかわいいかもこれこの姿勢でパー全開で負けてるのかわいいも。そうなんですよ全関節が伸びてますもんね今めちゃくちゃ姿勢いいうんそうなんですよてかこれ取った人すごくないこの瞬間取ってるのこの瞬間取るのすごいですよそうなんですよゃくちゃ綺麗です瞬間遠目からさパシッと取ってるすごいじわじわくんな <laughs> うん、しかもどういうタイミングで写真撮ってんねんって話ですよね。これはさ、<laughs> はい、4通目のプレゼントじゃないの <laughs> これ<は>、うん、高音を呼ぶと思うよ。<laughs> そうだね <laughs>、うん、めちゃくちゃいいよ、これ。いい写真。これ、うん、これちょっと共有できないですね。景品にしましょう。<laughs> そそううこれお便り4通目いただいた方4通目採用された方のこれプレゼントにしていいレベルのすごいいい写真本当あですかうんうんうんいやそんなに褒めてもらえると思わなかったなかわいいかってょっとやっぱちょっと分かんないけどすごくいい写真ですかわいいかそうですね分かんないけどじわじわ面白いじわじわきます面白い画像を共有してくださいみたいなやつだったらもう完璧って感じだな いやば僕の中でちょっと可愛いなと思ってすいませんあでも分かりましたまさんのセンスはここの可愛さみたいなのを感じるんだなみたいなありがとうございますこれあれですねポッドキャスト全く伝わらない話んですねといことででは今日はもう1通お便りいんですかねはいラジオネーム東京特許許可局 長崎在住のえ東京特許許可局ですね。長崎在住の三十代女性の方からです。いつも大変お世話になっております。私は。 仕事私の仕事は人と関わることが多く、毎日人間観察を楽しんでいます。その中で初対面の印象は悪かったけど、仕事でお付き合いしていく中で信頼できる存在に変わった方がいます。私は婚活中で男性を見る目をしっかり持ちたいと常々思っていますが、このような男性はプライベートでも同様に信頼できるのでしょうか仕事ではさまざまな局面での人柄が見えるので、仕事上信頼できる人はパー,パートナーとしてもいいのではないかと思います。 が、それはそれ。これはこれでしょうか？皆さんのお考えをお聞かせれば幸いです。ついでに一見いい人そうなクズ男の見分け方などあれば、男性目線でぜひ教えてください。ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか？意地悪ですね。この人。えー、意地悪東京特許許可許可さん、そうですよ。本当 <laughs> 意地悪ですね。 うん、完全にまさかも潰しにかかったか、ね、<laughs> 潰しにかかってます <laughs> <laughs> そんな意地悪な許可局さんに、クズ男の見分け方と信頼できるパートナー、仕事柄信頼できる人は、プライベートでも同様に信頼できるのかというのを答えなきゃいけないと。 そうですね、上から順番にじゃあ、行きますか、段階的に、うん、はいまあ、仕事でいいなと、いいなっていうか、その、なんていうの、信頼できるなと思うような人が出てきたりもしますよねと、それがじゃあ、プライベートでも同様に信頼できる、同じなのか、それともそれはそれ、これはこれなのかということについて、討議していきたいと思います。<laughs> <laughs> <laughs> どうでしょうね。僕は違うと思うんだけどな。え僕違うと思います、全然。それはそれ、これはこれじゃないかなっていう。うん。その、仕事で求められる、うん、こう、あじゃあその目的とか、その、目標とか、まあ、いわゆる成果と呼ばれるもの何か、何か、何を成果とするかみたいなものと、プライベートで成果とするものが、一緒だったらいいけど、うん、多分違うと思うん、ね、で、多くの場合。うん。うん。うん、だから、その職場で出会った時の、 でただプロジェクトの進め方がすごいスマートでみたいなのをすごいしないで一緒にプロジェクト立てて信頼できるっていうのと家庭でなんか一緒にすることがその仕事のプロジェクトのように家庭を進めるんだったら多分信頼できるけどそのように進めないんだったらまた別の話になるなっていう、うん、むしろ家庭のことをプロジェクトのように進めだしてこの人嫌だとかなったりとかもしくはそうじゃなかったら急にあの何にもしない人になるとかって全然あり得ると思うんでそれはそれこれはこれで見た方がいい気がする。 マサさんどうですかいや結構まあそうですねウェビさんと意見結構似てるなと思っていて、うん、まあその許,許可許可さんが <laughs>、うん、どういう人柄、まあ、どういうなんか大事にしてるものってあると思うんですよ仕事はこれって。うんうん、家でもなんか仕事っぽいとかなるとなんか辛いんじゃないかなと。 上司っぽいとかさ、なんかこう、ね、はい、成果に対して結構厳しく詰められるとか嫌じゃない例えば。家でですよね。そう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 。<laughs> そうですね。相当辛いですよね、それ。どうですか、野沢温さんは。私もこれは、それはそれ、これはこれ派なんで、面白みがないですね。理由はちょっと違うんですけど、こう、と、うん、いうかな。 仮にこの許可さんのその信頼できるなって思った人がすごく仕事ができて仕事で求められている役割を忠実に遂行するような人であればあるほど役割に徹しているのでその人なんか本来の人柄みたいなのが見えにくい可能性があるなっていうふうに思って仕事上はすごく完璧だけれども先ほど海津さん、正さんおっしゃったように は、仕事から離れたら、その役割から出してしまって、なんか、全然違う人になるみたいなことは全然あると思うんでえ、うん、えっと、まあ、それはそれ、これはこれっていうのが一つあるかなと思います。なんか仕事をやりすぎて家庭、帰り見なさそうなので、あの人は仕事のパートナーとしてはいいけど、家庭のパートナーとしては絶対嫌だみたいに言われてる人もいたりするので、 別に必ずしもダメっていうわけじゃないと思うんですけどそれはそれこれはこれっていうことなのかなと思う、うん、うんうん、そうだと思う。で仕事が全然できなかったパターンになってくると、うん、要は役に徹することが全うすることができてない徹することができてないみたいなパターンになってくると今度後半の話もだけどちょっとあの家庭のプロジェクトにおいてもそのできなさみたいなのを発揮する可能性もあるから。<laughs> もしかしたらそのクズ男みたいなところの要素として入ってきちゃう可能性があるから難しいですね、うん、役,役を全うできる系の人は家庭でどういう役回りみたいなのがある程度ねジョブディスクリプションみたいなのね作ってくれないと <laughs> 評価制度とか作ってくれないとちゃんとその通り振る舞えないみたいなことが起こったりするし一方で全うできない系だと家事も育児も全うできない可能性もあるみたいなことが起こる可能性がある。うん うん、<laughs> で仕事ができる人もできない人もまあなんていうのかな仕事と家庭をセットに考えるのはめちゃくちゃ難しい気がするねまずうん、うん、じゃあ3人ともそれはそれこれはこれなので必ずしも仕事上の振る舞いがプライベートの振る舞いと一致しないっていうことなんで、うん、じゃあどうやったらクズ男をスクリーニングできるのかっていうところについて うん、上水さんかからででもいいですかそうですね一見いい人そうなクズ一見いい人そうなですよねだからだまされちゃうことがあるってことですよね、うん、そのいい人そうだなと思ったら付き合ってみたらクズだったみたいなことがよくあるってことなのかなと思うんですけどやっぱこれはねあのー、どうでしょうねこの仕事で関わって信頼できるようになった人と関係を発展させるパターンだとするとねだとすると、えー、デートはもちろん。 そして仕事はもちろんで、全然関係ない場面と、あとはまた関係ない場面と、っていう4つからねつつぐらい、全然違うシチュエーション、うん。での、その人を見てみたいなのがすごい重要だと思う。あ、そうだと思う。うん つまり仕事だとめちゃくちゃ責任のある場面、1対1だと自分をどのように見てるかというのが見える、集団だと集団の中にいるときにどう振る舞うのかとか、と店員さんとか、無関係、あんまりほぼ無関係みたいな人に対してどのように振る舞うのかとかを見ていると、なんとなくその人の根底にある考え方みたいなものとか、いろんなシチュエーションで見るみたいなことなが気がするな。うん、うん、うん。そう思う。 一緒なんですか <laughs> 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 えっと、会社だけだと、まあ、上下関係とか、まあ、その、仕事上の利害関係みたいなところは見れるんだけれども、うん、他の、できれば、付けの長い友人とか、家族とか、そういう人たちへの接し方とかも見れるとうんうん、うん、 よりいいかなって思いますね。その、人によってどういう風に振る舞っているのか、一貫性があるのかとか、そういうのは見るといいかなっていうのは思いますね。うんうん、あと、信頼できるかっていう点では、うん、その、人の違いもそうなんですけど、時間を置いた時の反応、一貫性とか、 うんうん、見るといいかなって思う。うん、それはあるね。昔、昔言っていたことをちゃんと覚えてやってくれるとか、こちらが何かしてあげたことに対して、時間経ってそ,そのオンみたいなものを忘れずに返礼してくれるみたいな。うん、その時間をまたいだ時のリレーションが、その一貫してけ、あの、継続してできて、 で、フェアさみたいな、公平さみたいなものを大切にするみたいな。キリ、キが、キりを感じたら、恩として返すみたいな、そういうフェアさみたいなものを持ち合わせている人であると、時間が経っても、その、なんだろうな。自分がしたことに対して何か返礼してくれるし、で逆の立場になっても、その、その人に対して何か、 義,義理があった時に、恩を返してあげると、多分、同じように見てくれると思うんですね。あ、この人はちゃんと昔のことを覚えていてくれて、返礼してくれたなっていうのを多分覚えて、うん、その自分がやってるように相手からもしてくれてるっていう、そういう感じで自分を見てくれると思う。だから自分が信頼するだけじゃなくて、相手からの信頼も得やすいと思うんですね。そのように、あの自分も、 同様にあの、うん、お礼礼ととか返礼したりすると、うん、だから関係が築きやすいと。うん、だからまずは自分がしその信頼するだけじゃなくて信頼されるみたいなことから、うん、あのアクションを取っていくとテストができるような気がする。うんうんうん。うん、あとその時間的なその一貫性みたいなものがすごく一番いいなと思っててそれって結局相手の 自己中心的に見えるじゃないですか、昨日と言ってることと違うとか、あとは責任感がないようにも見えたりとか、誠実さがないように見えたりとか、尊敬、リスペクトがないように見えたりとか、あとは二人の関係を発展させるにしても積み上がっていかないから、発展、なんていうかな、いろんなことが改善されていかない、進歩していかないっていうのにあるから。 なんかそういういろんな普通嫌がるみんながそのパートナーシップを築く上で普通嫌がる要素がその時間的な一貫性みたいな一言で見極めれるる気がするうん、うんうん、言ったことというか約束したことをみんなに対してなんか破綻せずに守れてる人とかってすごい器用にやってるから自分に対してもちゃんとその自分のまあ信頼に対してもちゃんと答えてくれそうな気がする。 でそれが時間が長く隔たって一貫してるんだったら、より信頼度が増すような気がします、ね、そうですねあとは、もちろんその一貫性はあのー、ずっと同じだったらいいっていう意味ではなくて、変わる、人間だから変わっていくと思うんですけど、変わるときに、その前のことを踏まえて、うん、えここ、このような理由でこう変えるんだとか、うん、ちゃんと説明してくれる人かどうかっていうのは重要ですよね。うんうんうん、ねそううだと思うう うんうん、なかったことにされて勝手に変わってるみたいなのは結構最その悪気ないかもしれないけど相手には、うん、でも結構それは信頼関係築いてくる、はい、上ではきついと思うなるほど自分がコミットしたことをちゃんとずっと守ってくれてでそのコミットメントを解除するときはしかるべき理由がちゃんとあるとか説明してくれるとかそういう人がいいですよね、うんうん、ってなるとそれのような こう時間的なその一貫性を持った、ちゃんと記憶をね保ちながら、<laughs> <laughs> その約束を守りながらというか、ちゃんと意識しながら生活し、それを変えるときには、ちゃんとコミュニケーションを取ってくれる人、説明してくれる人を分かるように、それはお互いね。っていうのがやっぱ大事かもしれないし、でもそれって多くの夫婦ができてない気もしますよね。ててるのって 相手が勝手なことをしているとか、相手に責任感がないとか、相手に誠実さがないとか、ように感じるっていうことだったりすると思うんで。うん。うん。そうはさんから、はいはい。えっと、仕事中の態度では判断しない方がいいのって、仕事は別っていうコメント、質問が飛んできたんですけど、仕事中でもいいですよね。仕事中でダメだったらそこで切ればよくって、仕事中で うん、ちゃんとしてるように見えるんだけれども、その、一見良さそうな人なんだけれども、それ以外の場でどうなのかっていうところのテストで、今言ったみたいな観点で、関係者の、他の関係者とのコミュニケーション見たりとか、その、他の関係者の評価を聞いたりとか、で、うん、それがさらに時間を延ばしたときにどうなのかみたいなところで、 うん、テストしていくっていう感じで仕事ももちろん評価の対象になるんだけども、うん、他の場面も加えて見ていくことでなんかそのより角度の高い足切りができるんじゃないかなって思いましたうん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 いいですね、まあ、いろいろ踏まえてまさくんはどうですかどう思いました いやもう言いたいことをちょっと全部言われて何言おうとって。そうやって毎 <laughs> 回言えばいいと思ってる <laughs> <laughs> いやでも僕はあれですね、<laughs> そのいや結構本当にその時間軸のところで、うん、あそうだなと思ってて、だから結構僕、約束の時間を守れる人っていうのは最初のフィルタリングとして<ー>結構大事にしてるって感じ遅刻しない人は。本当ですかそう,そう,そうはい。まさくん今日3分遅刻してきましたよ。 <laughs> <laughs> すいません話のし終ってしまいました <laughs> いやすいませんすいませんでした3分遅刻して <laughs> 全然 <laughs> これって多分 <laughs> 仕事のこと <laughs> 仕事とプライベートで結構時間の対応の仕方って変わるなっていう印象があるんですよ <laughs> <然> ですかそういうあ,あるあるそんなばっかりですよそういうのをやっぱしっかりしてる方はなんか信頼できるポイントの一つだなと僕は結構思いますねうんうん時間を守る人、うん、約束を守る人かうんうんの中の時間っていうのは一つ分かりやすいやつだそうですねうん、うんはい、確かに僕なんかあるかなうん,うんとちょっと話話が脱線しがちになるかもしれないんですけど 本当に信頼できることがいい,いいことなのかというか、信頼しなくて済むんだったら信頼しないようにするっていう考え方もあるような気がしていて。はいはい。なんというか、その、信頼ってすごくリスクが高い行為だと思うんだよね。そうね相。相手に、うん、相手がどうするかわからないんだけれども、その、相手の振る舞い、 が自分の利害に一致するというか自分に害を与えないだろうという前提のとで自分が行動しちゃうっていう,うん、うん、その足がかりにするっていうことだと思うんで、うん、どういうその利害があるのか相手がまずい行動をした時に自分がどういうダメージを食らう可能性があるのかみたいなことをちゃんと考えた上でその信頼をしないといけないと思っていて。 そうねうん、パートナーとしてということなんでど,どういう相手がどういう振る舞いをすると自分が許容できないのかとかどう,どういう行動だったらまあ許容できるのかみたいなことをはっきりとした上で自分が譲れないポイ,ポイントだけに対してそのこの人は信頼できるのか信頼できないのかみたいな。うん ポイントを絞った上でこう見ていかないと、なんか人柄全体みたいなことでやっていくと、すごく難しいような気がするんで、なんかポイントを絞った上で見た方がいいかもしれないうん、うん、そうですね。それで言ったら、僕、ネガティブリストを作った方がいいと思うんですよ。うん、要は、ポジティブな、こういうことができる人だと、こういういいところがある人だって、ポジティブなリストを作りがちだと思うんですけど、こういうのって。うんうん、じゃなくて、ネガティブリストで、こういうことを絶対にしない人みたいな5箇条とか7箇条を作って。 そこの方が多分安全、この絶対まずい7つを絶対やらない人だって思えるかどうかみたいな、そこを見極めていく、かりやすくそれに抵触した場合はもう切るっていう、なんかもう絶対譲れない7か条、それはと嘘をつかない人とか、例えばお金、借金をしない人とか、とにかく自分が思う、やってほしくない、絶対これだけは困るっていう7つのリストを作るっていうのほが、結果判断しやすい気がする。そうですね なんかね、その、ぼやっとしてると、結局、人なんて分からないので、他人だから、だから、から全部分かろうとすると、もう大変なことになるんで、もう本当にポイントを絞って、梅、うん、さん言ったみたいに、ネガティブリストを打って、ピンポイントで、この観点でチェックしていって、それを満たしたらもう切るみたいな感じの方のう的 に照らした場合はいいかもしれないなと思いました。いいですね。だいぶ出たんじゃないですか。出たと思います。はい、許可さんはそうですね。もうあの記憶力がある人。まずね。<laughs> 大事にして。はい。してください。<laughs> この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。仕事、恋愛、家族の悩みの何でも大歓迎です。お便りは番組。 の概要欄のメールフォームからお寄せください。また、Spotify や X で番組をフォローしていただけると更新通知を届くのでぜひお願いします。番組の感想はハッシュタグシャチコバスでポストしてください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。